動物語は中国の古事を本案し歌物語の形式にした説話集。作者は藤原重則である外然性が高く、成立は12世紀後半と推定される。それぞれに異なる人物を主人公とする27の短い物語を修正したものである。もう求む、白紙文集などを主要な出典とし、多くは有名な古事を題材としている。 唐は中国を意味し、当代以前の古児が多い。文章は、源氏物語や和歌の影響の強い優雅な和文体で、また内容的にも、元挙と目される作品とは、かなりの違いが見られる。各作品の元挙についての研究は、江戸時代文化6年の清水浜海の、東仏語帝王をはじめとして現代までいくつもの、研究が報告されている。しかし、蝶文成が、 即天皇后の愛人であったという第9話と、結婚を拒否して山中に逃れた娘が、犬と交わるという第27話は、中国の元居が不明のため、古来大きな研究課題となっている。は、清水浜美、動物語帝王に挙げられた表題、は、有吉恵美子交渉による、元居文献題名。もう元虫悠広、対、白氏文春巻12尾は引き、 左伝昇高二十八年、もうもとむもう光系寒座市、四季巻き百十七本殿、もうもとむ僧女大柱、もうもとむ緑玉、追楼、文鮮唐都市官職府、白市文州巻十五円四郎出所不詳、本寺市、列宣伝、有名録、博物市、白市文州新河不良園目掛け、全館書館九十七外籍殿、白市文州新河不理不尽、西王母館、竹内伝い、 博物史、旅合、四季巻五十五流行聖火、四季旅合本義、全館除外石殿、西京雑記、孔子殿、もう求む居遊一票、白市文集巻十二町根下並び殿、全館書館六十四主外神殿、四季巻四十三町聖火、四季巻七十六平原訓列殿、全園、五館書館八十四列所殿、白市文集巻三神画府、西京雑記、 また、文献にも、同様の話が見える。新女巻55班や安都伝首相府賞。ありがとうございます。